こんにちは、ジャズドラムの黒田です。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、シンコペーションベーシック2の3ストロークを進んでいきたいと思います。まず8番、これは C と A ダッシュになるので、8と 8S の違いはもうお話ししている通りです。9番はその逆になります。 A と C、A ダッシュと C になります。10番は A と B、まあ、典型的な、6ストロークというやつですね。これの逆転したやつが11番ですとか、 B と C、B と A。 はい、このフレーズが全部出てきますので、これを、なぞりながらエクササイズやっていきますね。エクササイズ1番、 1,2,3,4。エクササイズ2番、 1,2,3,4。 3番、 1,2,3,4。 4番、 1,2,3,4。テンポを速くやってみます。エクササイズ1、1,2,3。 2番、3番、1,2,3,4。 4番、1,2,3,4。 5番、1,2,3,4。 それでは続けてシンコペーションベーシック3の方をやっていきたいと思います。まずボキャブラリーですね、12番からいきます。12番は12ダッシュ12S12S ダッシュ、全部、右右左の B です。13番は B と C、 13ダッシュも一緒です。14番は B と B ダッシュ、これはまあ人によりますが B と A ダッシュでも構わないですね。ノーアクセントは A でも A ダッシュでも B ダッシュでも音は一緒になります。まあここは僕的にはやっぱり B と B ダッシュの方が流れ的には綺麗なのでいいと思うんですが、前後の流れによるとやっぱり A ダッシュ使っちゃう時もありますね。14は14ダッシュも 14S も 14S ダッシュも全部一緒です。15番も、今度はこれ B と B ダッシュと B、これも、A ダッシュと B にしてっても構わないですね。というわけで、エクササイズ1番から、6番までやっていきたいと思います。 1,2,3,4 2番、最後のところの 2分9分なんかは、まあ流れ上 B 全部 B ダッシュの方がいいような気もしますが、そちらでも大丈夫です。 1,2,3,4 4番、1,2,3,4 5番、1,2,3,4
1234。一番から早くやってみます。以上というわけで、皆さんのお役に立てたようでしたら、ぜひいいねマークを押してください、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メルマガジンの方ではですね、こういった、コツとかを毎週毎週日曜日に配信していますので、YouTube 以外のこともちょっと載せたりとかしていきますので、ぜひよければ登録していただきたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。